大成寺は、愛知県カス市勝川町にある、臨在宗明神事派の寺院である。昔、大成寺は、第五三流言寺と呼ばれていた。創建年月は不明である。この地は、十位西へ、安ジキの一部で、後の第五僧の地であるから新言宗であったと、推測される。天正十二年四月、徳川家康は、小牧、長久手の戦いに向かう途中に、 流言寺内の阿弥陀堂で休憩した。さらに、家康は出発の際、阿弥陀堂を焼き払った。その後、寺は、後輩が続き、慶安四年名古屋の宝林寺の旧願王将が、後輩のことを嘆き、弟子である宗吉に再建させた。さらに、漢文三年二次号を流言山大成寺と改めた。阿弥陀堂は、女王二年に再建されたが、 天保8年に本堂及び阿弥陀堂は台風で大破した。その後、嘉永3年に本堂が再建され、阿弥陀堂は明治5年に再建された。昭和55年に国道19号の拡張工事のため、再び大成寺に建設された。門をくぐると、山道の左には十王堂、左手奥には本堂、奥には薬師堂がある。 境内の面積は7単5世20歩で坪に、換算すると2270坪になる。内訳は、薬師堂境内が1単歩、寺境内松林が6半歩、寺境内年口は5世20歩になる。薬師堂境内の薬師堂は、創建年月は不明。再建されたのは慶安4年である。十王堂、勝川村内にある阿弥陀堂は、敷地東西25軒。 南北十六県。阿弥陀堂の創建年月は不明。かつては、龍源寺境内の東に位置し、八県四方の道寺であった。境内奥の左側にある。本堂阿弥陀堂の消失した余り木を使って、阿弥陀如来像を彫刻し、道寺を、混流安置された。家康は、昭や長谷川仁介を呼び、この土地の名前を尋ねたところ、 勝川村と申し上げたところ、出陣の門出に勝川とは、縁起の良いことだと大変お喜びなった。また、神助の妻が差し出したボタ餅を食べようとしたが、箸が一本折れて顔を曇らせた。すると、神助が、これはまさしく天下は一本になるの吉兆でございますと、申し上げたところ笑顔となり、ボタ餅を召し上がられ、軍を指揮して、勝川を渡り、戦場に向かわれた。 ありがとうございます。